南口黒川駅は神奈川県川崎市麻生区南黒川にある小田急電鉄多摩線の駅である。駅番号は OT03。当時の駅所在地の地名、黒川より、春日の川から見たホーム相対式ホーム2面2線を有する地上駅で、京上駅舎を持つ。2006年1月31日に駅舎がリニューアルされる際にホームの屋根に、 太陽光発電用の発電パネルが設置され、自動券売機や自動改札機の電力に利用されている。2010年度には、改札口に行き先案内表示機が設置された。2012年度に、各駅停車を重量化できる用ホームを、空木田方面に延長する工事が行われた。この延長部分は、人が一人入れるほどの幅となっており、トンネル越しに、春日野駅。 若葉大駅を見ることができる。川崎市と小田急電鉄株式会社との小田急沿線ちづくりに関する包括連携協定を締結した。黒川駅には次の通りの内容が盛り込まれた。2020年度の1日平均乗降人員は7,081人である。小田急線70駅中63位であり、多摩線では最も少ない。近年の乗降人員。 乗車人員の推移は、下表の通り。駅周辺には、小規模集合住宅、住宅、自動公園がある。近隣には、川崎市が開発した川崎マイコン式と呼ばれる、工業団地があるため、工業団地の利用者が多く、南口からは、マイコン式を循環するバスがある。北口周辺には、会社が集まっており、 北口から京王相模原線若葉台駅まで徒歩約10分で行ける。かつて小田急マルシェ黒川があったが、現在は閉店し、跡地には読売日本公共学団練習所が建設された。北口から鶴川街道沿いには小規模な商店及びコンビニが点在している。鶴川街道を挟んだ黒川地区の一部は市街化調整区域に、 指定されているために開発を逃れ、多くの自然が残されている。南口周辺は以前まで空き地が広がり、換算としてたが、2019年5月には、小田急電鉄が空き地の一部を活用し、シェアオフィスを核とする複合施設、ネスティングパーク黒川を整備し、コンビニや飲食店などの店舗も入居している。北口南口路線バスは駅前に乗り入れておらず、 階段を降りて鶴川街道沿いの高架下にある黒川停留所が最寄りとなる。以下の路線が小田急バスと神奈川中央交通により運行されている。朝と夕方のみ、マイコンシティ区内の社員向け送迎バスと霧光学園スクールバスが南口ロータリーに乗り入れる。鶴川柿京方面稲城、調布方面。ありがとうございます。